木澤宏は東京都中野区生まれ、岡山県出身の自動車エンジニア。ホンダ技研工業の開発部門である、ホンダ技術研究所の元専務。日本大学工学部卒。ホンダ四輪の創造期からのメンバーで、シビックの開発責任者としても知られる。その後もアコードなどの機関車種に携わり、今日のホンダの経営に貢献した。大学卒業後、日野自動車系列で、オリエントブランドで、オート三輪の製造、販売を行っていた、三井正規工業に入社。埼玉県の桶川工場にあった、実験科に5年間勤務した。この頃に所属していた小型自動車協会で海外の小型車に触れる機会を得るとともに、後のホンダ F1 の監督である中村義雄と出会い、中村の誘いで1963年に四輪に進出して間もないホンダ技研工業に中途入社。入社後、車両試験科四輪テスト係に配属され、T360 やホンダ S600 の走行耐久テストを担当。後に昇級すると、後期、ホンダ S800 の開発に携わり、リアのリジットアクセルを担当した。その後、ホンダ N360 と、その輸出仕様である N400、N600 の走行実験を経て、Z の輸出仕様である Z600 の開発サブチーフを務めた。初代シビック RS その後、1968年から1969年にかけてヨーロッパへと赴任し、中村義雄らと欧州車を研究。これが、後の初代シビック開発に影響を与えた。帰国後、ホンダ1300の開発に加わった後、初代シビックとなるコードネーム634の開発責任者に、久米瀬氏から引き継ぐ形で就任。1972年に発売開始されたシビックは、その後世界的に大ヒットし、ホンダは四輪市場の地盤固めに成功した。また、シビック誕生から3年後に発売されたスポーティモデルのシビック RS の開発にも携わった。その後、シビックより1ランク上の車種として計画された653、654の開発にも参加し、654では開発責任者を務める。そして、これが後に初代アコードとして発売された。以降、初代プレリュードの開発責任者を務めた後、1985年に、ホンダ R&D ヨーロッパの初代社長に就任。帰国後は、ホンダ技術研究所専務取締役、ホンダ技研工業主席技術顧問などを歴任。退社後は、アルミダイキャスト製品のメーカーである、東京理化工業所の社長に就任し、部品の納入メーカーとして、ホンダを側面からサポートした。2007年9月14日逝去。享年74。ありがとうございます。